オーディン、ロキ。リョフ殿はなぜオーディンについて。敵の追撃はそこまで迫っているな。任せておけ。しかも相手は厄介なあのリョフか。たとえしのいだとしても第二第三の追っ手が来ます。ここは攻めに転じ、敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙をつくか。ならば奇襲部隊はこの超軍営が率いよう。長老様、稲部お供いたします。学神殿、利天殿、お二人の分頼みにさせてもらう。レバンバ長領殿の采配に期待しています。とはいえ一番槍は譲りませんので。やるしかないか。こんな時におじきの敵なんて言ってられないしな。返事が不芸。こんなところに敵だと。だが当社しねえ、獲物を置いて帰るな。出番だな。敵に奇襲を悟られてはならぬ。速やかに突破せん。どうや。神の踏みにじられ、強敵に翻弄され、それでも立ち上がり戦おうとする。か弱い人間のどこにそんな強さが。そもそも人間は本当に弱い存在なのか。長領、相変わらず呆れるほど強いな。けどあんたにだけいい格好をさせとくのはシャカ。ええ、私ももっと戦果を上げてみせましょう。利天殿、学神殿、すさまじい気迫よ。ならばこの超軍営もさらに振るわねば。自ら撃たれに来るとは。望みどおり滅してくれ。ここを抜ければ敵本陣は目前。リナ、防戦します。この奇襲に我らの未来がかかっている。超文言が武の髄、とくと見よう。玉府の本陣は目の前です。長領様、号令を。いざ、我らが武にて敵本陣を貫かん。玉府殿、覚悟を召されよ。なんだ、急に嫌な予感が。いや、これは。キキー、観念しろい。まんまと騙してやったぜ。こいつは俺が作った偽物だ。偽本陣を狙って一緒に片付けようぜ。まさか私も。連合軍の戦力が分散した今が好機だ。奇襲部隊を包囲せよ。同時に連合軍本陣へ攻撃を開始する。待たせろ。何も残らぬほど叩き潰してやる。どうにか片付いた。急ぎ味方の救援に向かうぞ。ならばこの楽文献にお任せを。先駆けとなり本陣への道を切り開きます。ここを通りたくば鬼神の娘を倒してみよう。レイ、観念しろ。いか、兵器だ。レイ、どうかお引きくだされ。長領、聞かぬと分かっていて言うな。に負けられぬ。父上の敵に回るなら容赦はしない。私は鬼神、呂布の娘。登山まで戦をしても父上の名を汚すわけにはいかぬ。この手に本田忠勝が娘、ミナ。私も父の名を背負っています。出番だな。その名は重いけれど、だからこそ突き進むしかない。鬼神の娘、見事な運命。どこか寂しげな目をしているの。父、申し訳ありません。さあ、そ
日本人へ。包囲を破ったか。奴らはここで食い止める。決して本陣に近づけるな。道を開けよ。遮る者は我が部にて薙ぎ払う。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み、敵を討ち取ってみせましょう。神宮殿、皆気をつけよ。おじきの仇、両夫軍にだけは負けられねえ。燃えてきたぜ俺。我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。さすがです。あなたならばと思っておりました。おやおや、長領殿ではありませんか。お気柔らかに願いますぞ。それは危険。長軍へ全力にてお相手つかまつる。鮮やかです。今も隣にあって恥じぬ働きをしなければ。さすがです。あなたならばと思っておりました。長軍へ、ただいま救援に戻った。おう、長領、これを楽しませてみろ。ここまで粘った褒美だ。貴様らに最強の武を見せる。攻めかからん。はい、やりましょう。ほとばしる闘志、あれが最強か。俺だって現事務者として遅れは取れん。そうだね。これ以上の粘りはいらぬ犠牲を生む。おじさんも本気を出してこの戦を終わらせるよ。鮮やかです。今も隣にあって恥じぬ働きをしなければ。あんたただものじゃなさそうだな。そうとしか思えないぜ俺。奇襲を誘う罠にママと乗せられると。だが物の符を意地にかけて本陣は守り抜く。諦めろ。雑魚に俺は止められ。長領殿、よくぞお戻りくださった。遅くなってすまぬ。本陣を守り抜いてくれたこと感謝いたす。あの包囲を抜けてくるとはもはや言葉もないな。諦めはしない。我が闘志燃え尽きるまで。少しは手応えがあるようだな。押して参る。任せておけ。水産任せておけ。
楽しませてみる。良き勝負だった。続きはいずれまた。鮮やかです。今も隣にあって恥じぬ働きをしなければ。さて、こんなものかね。どうにかしのげたな。呂布殿の武は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすとは。長領殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追っ手が迫っているかもしれません。呂布はアースガルズの神。